戸塚は警部シリーズ消えた乗組員。消えた乗組員は西村京太郎の長編推理小説。1976年に公文社から刊行された。戸塚は警部シリーズの主人公である戸塚は肖像造が登場する長編作品第5作。第30回日本推理作家協会象長編部門にノミネートされた。本作は戸塚は初登場作品の赤いほぶね。 消えた、タンカーなどに続く、海洋ミステリー作品である。また、消えた、タンカーに続く、消失ものでもあり、本作中の乗組員の消失の解明とともに1872年に、起きたマリー・セリスト号の乗組員消失事件の謎解きに挑んだ作品である。なお、消えた、タンカー以前の2作。 殺しのバンカーショットと日本ダービー殺人事件で警部だった戸塚は消えたタンカーでは警部補になっていたが本作では警部に戻っている5月13日タヒ地域の外洋ヨットシャークアイ予号の乗組員たちは小笠原諸島の母島近くで後方の方が避けて幽霊船のように漂流している大型クルーザーアベンジャー2予号を発見したアベンジャー2予号は 海洋研究家の再建が、バミューダトライアングルのような、魔の海の実在について、反対派のリーダー、吉村との論争に決着をつけるために、魔の海と恐れられる、小笠原沖を調査する目的で5月7日に、油壺を出発し、5月10日の海上保安庁への無線連絡以来、消息を絶っていた。シャークアイ予防の5人の乗組員のうち、永田と岡部、野村が、 アベンジャー2予防に乗り込むと用意された人数分の朝食が手つかずのままで9人の乗組員は全て消えていた。それはまるで1872年に起きたイギリスのホブネマリーセレスト号の乗組員消失事件を思わせるものであった。アベンジャー2予防の乗組員消失事件の真相を解明するため海難審判が開かれることになり、 理事官の日高が調査に着手した矢先の6月3日、長田が油壺に停泊しているシャークアイ予防内で生産仮入りのビールを飲んで死んでいるのが発見された。自殺の可能性もあったが、それを覆すかのように、海南審判の召喚状が、血液型が O 型の長田と異なる B 型の地に染められていた。さらに翌日、岡部も神大寺近くの自宅で寮。 手首を切って死んでいるのが発見された。長田と同様、海南審判の召喚状が地に染められていたが、血液型は岡部と同じ B 型であった。ここに至って、戸塚川警部が連続殺人事件の捜査に乗り出した。6月5日に海南審判の第1回目が開かれたが、シャークアイ予防の乗組員で生き残っている3人のうち、野村が、 消息不明のまま出廷しなかった。戸塚かたちは、それまでの情報からの村が、恋人の風見光子とのと半島に向かったものと、判断して、行方を追うが、一足遅く二人の死体が、泣き砂の浜に打ち上げられているのが発見された。ありがとうございます。